こんにちは、別府由来です。塩谷由紀です。イエーイ、ということで本日はロックインジャパンフェスティバル2024の蘇我会場にやってきました。イエーイ、今日も楽しんでいけたらなと思います。イエイ、楽しもう。はい、オッケー。ということで、はい、やってきました。僕は去年も現地レポートをさせていただいたんですけど、今回はゆきちゃんも一緒にということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきちゃんはフェスは来たことありますか？ないんですよ。あら、今日がフェスなんと初めてなんです。イエーイ、なんか嬉しいですね。嬉しい。なんか僕も、まあ、フェスってこういうもんだよみたいなのを伝えてきたんだけど、こうやって一緒に今日回れるってことはより、そうですね、その初心者の人たちがどうやって楽しむかっていうのをちょっとでも教えられたらなと思いますので、はい、全力で楽しみたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。で、あと今日ニューヨークさんに Vlog、はい、撮ってきてって言われて、別府君が現地リポートのロケするらしいんですけど、ちょっと Vlog 撮ってもらおうか。ええ感じの。確かに、うんうん、いい。別府君頼むわ、あ、仕事やからポイントポイントでこうやって Vlog も回していきたいと思いますので、はい、早速会場入りますか。行きましょう。行くぞ。行ってきます。まあでもフェスって言ったらさ、はい、まあ、もちろん音楽ももちろん楽しんでいただきたいし、うん、はい、でもやっぱフェス1日長いから、そうですね、体力もつけないといけない。本当にエネルギーが必要。ご飯行こう。行こう。ご飯行こう。もうご飯行こう。もうお腹空いちゃうよ。最高。早速ね、会場入ってすぐにございます。フェス飯。何食べましょうか。何食べますか。いっぱいある。そう、いっぱいあるんよ。美味しそう。なんかフェス飯はね、ほんといろんな地方っていうか、うん、もうほんと種類たくさんあるから。いっぱいある。そう、何でも食べれますね。まあ、やっぱフェスといったらお肉ってところもあるんよ。いいね。がっつり派って書いてあるよ。がっつりなんですよ。うわ、うまそう。牛カツもめちゃくちゃ美味しそうよ。牛カツ、牛とろろ冷やしそばとかやばくない？やばい。やっぱさっぱりしてていいかも。暑いからさ、冷たいのとかも超いいよね。確かに。一回体冷やさないと。そう。いやー、いや、これ迷うな。そう。わー、でも待って、どれどれ行く、どれ行く。いいよ。え、とりあえずネギタン塩を買います。ね、そうです。ネギタン塩を買いに行きます。来たよ。来たよ。じゃじゃーん、牛タン塩ですよ。やば。え、かき氷の味見てきてもいいですか。いいよいいよ、行ってらっしゃい。追っかけるからちょっと私は一足お先にかき氷の味を見たいと思います。じゃじゃーん、ニシロヤとニシロヤと20種類。すごい、20種類もある。初めて。で、その後6番に入れたいと思います。ガーバー、本館のお願いします。すごいよ。反対も。すごい。え、すごい。あれ、何にします。あ、いいね。ありがとうございます。桃と、あ、そう、ポンカンとグアバ。やべー。イエーイ、ありがとうございます。何にしたんですか。私たちが頼んだのは、はい、ネギ塩、はい、ネギ塩牛タン。そしてじゃじゃーん、かき氷です。いいね。どうぞ先。あ、じゃあ牛タンの方から、はい、今日一日長いから、いただきます。おいしそう。いかがですか。うまいただきます。うまいよな。ガツンとくるよな。歯ごたえ最高。ね、ね。牛タンの。めっちゃ味付け濃いめだから、うん、
この汗かいたところに超いい。最高。続きましてかき氷いきます。はい、いただきます。おいしい。やっぱね、かき氷だね。いやそうよね。夏はいかがですか。早かった。美味しい。めっちゃさっぱり。そう、すごい。ちょっとハワイやん。うん。しかも結構ふわふわしてる、氷が、うん、あれもしかしたらキンとこない系かな、これ。え、思いました。もも来ないの。でも今ちょっとキンとなりたいかも。あ、珍しいだね。そうね、もはやもう暑いからね。この暑さだからこそ。うん、やっぱしょっぱいのとさっぱりしたの大事。うん、めちゃめちゃ美味しい。ごちそうさま。ごちそうさま。さあ、来ましたよ。わあ、すごい。どう、ゆきちゃん。いや、広い。やばいよね。こちらがグラスステージです。あ、ここか。すごい。めちゃくちゃ広いんですよ。やばくない。しかも芝生めっちゃ良くない。え、芝生めっちゃいい。そうなのよ。わあ、やばい。大きい。見てください、初めての方こんな表情になります。まあ僕もね、何度も来てるけど、やっぱうわ、やっぱひでえなみたいな、うん、この開放感で一気にね、うん、いいね、いい天気、最高、楽しむぞ。おー、やばい。今回ロッキンは何回目とかありますか。初めて。ゆきちゃんと同じだ。私も初めてです。どうですか、会場今入って。やばい、やばい。いいっすよね。上がりますね。あ、上がるって。めっちゃ上がります。暑いっすね。どうですか、今日のロッキンの、まあ、お目当てとか、特に見たいアーティストとか。何ですか。 INI。 おー、 INI さん、グループ。私はサウシードッグとかマイヤーとか。あー、いいですね。お互いに見に行く。それともバラバラになってきます。かぶったら、かぶったら。あ、今回かぶったら、いい感じに。よかった、全部一緒に喧嘩にならずに。はい、はい、バトルところでした。危なかったです。ロッキンは何回か来たことありましたか。初めてです。同じだ、同じだ。本当ですか。私も初めてなんです。初めてなんです。どうですか、ロッキンの雰囲気。ワクワクしてます。嬉しい、嬉しいですね。めっちゃ楽しいです。今日は、うん、お目当てって聞くのもあれかもしれないですけど、タオルが。マイヘアイズバット。あー、いいっすね。シーシャモです。シーシャモ。いきなりぶち上がりますね。じゃあぶち上がりますね。あー、いいですね。あとリグレットが。あ、本当だ。いいですね。なんかあります、たぶんこういうの食べてみたいとか。アサイーボールを食べたことなくて。おーおーおー、アサイーボールをちょっと食べてみたいんです。待って、はい、俺も知らなかったけど、アサイーボールあるんですか。あるんですよ。なーって、気になる。気になりますよね。気になる。私も大好きです、アサイーボール。はい、食べたことありますか。え、ここのですか。じゃあ、アサイーボール自体あります。美味しいですか。めちゃめちゃ美味しいですよ。え、食べてほしい。食べたいです。ぜひ食べよう。え、てかどこにちょっと間に挟まないな、なんかわかんないネタ。すいません、こんにちは。初めてですか、フェスは。いや、もう4年ぐらい前から、ね、コロナ禍前、19年が初めて、2019年。わあ、すごい。ありがとうございます。え、ちなみにお二人は。あ、親子。親子です。素敵。いいですね、お揃いの T シャツがもう、はい、オフィシャルの25周年なので。そうですよね。いいですね。え、素敵な関係性ですね。え、ずっとお二人で来られるの。そうですね。これ、これみんな一緒に行ったやつです。うわー、ほんとだ。あ、バニラとかもあったり、ネグセもあったり、ロッキンの魅力とかなんかお聞きしたいなと思って。あの、聞いて好きになるってこともあるので。そう、素晴らしいアーティストとの出会いが、発見があるので、はい、いいですね。100点満点すぎるインタビュー、ほんとありがとうございます。もう僕たちなんかよりもうクロートな、フェスクロートな方に。そう、あと、こんなおじさんでも楽しめるな。いやいやいや、そんな若い子ばっかりじゃないのがやっぱ楽しいと思います。結構あのおじさんおばさんも見かけたりするので、幅広くみんな来れてるのかなって気がしますね。さあ、ということで、はい、グッズ売り場のこちらグッズギャラリーの前に来ております。はい、
まあ、僕たちもね、もうすでにオフィシャルのグッズ身にまとってるんですけど、なんかもうちょい加えたいなじゃないけど、追加で行きたいよね。行きたいです。なんかやっぱお客さんの見てたらいろんなハワイね多いからね、ちょっと早速見に行ってみようかなと思います。行ってきます。でなんかせっかくだし Vlog も撮りながらね。あ、いいですね。行きましょうか。行ってきます。わー、すごい。なんかワンちゃんもね、かわいい。これさ、かわいいと思ったの。これワンちゃんかわいいね。かわいい、ね、色違いもあるよ。はいはいはい。これそれこそさ、これゆきちゃんのやつもさ、うん、ショートだよね。これもね、ショート丈が多かった。やっぱある。最近のね、流行りというか。かわいい。かわいいじゃん。見て。じゃん。キーホルダーよ。ね、バンドもあるよ。あ、そう、バンドはやっぱね、欲しいね、定番ですよ。カバンにもつけられるし。そう。いいね。サッカー、これもあるよ。おー、かわいいね。ちょっとね、これかわいいと思ったの。ね、これかわいいな。超かわいい。じゃじゃん。あ、いいじゃないですか。かわいい。かわいいかわいいかわいい。大きくない？そう、大きいの。めっちゃかわいいじゃん。せーの。おー、かぶりました。じゃーん。ということで、はい、はい、いいね、タオル。追加で買いました。まずはこちらの大きいスポーツタオルです。いいね。カラフル。映えるね。映える。映えますね。一目惚れよ。やっぱね、色合いが私好きで、この明るい色が大好きなので、ピンクもね。最高です。緑との相性、うん、よし。良さそうだね。こうやって下に置いて。青もいいよ。最高。分かるから。カラーも最高です。そして、そして。はい。サングラス前回ね、ジャパンジャムでもちょっとやったんですけど、はいはい、やっぱこういうタイミングじゃないとつけれないサングラスを、うんうんうん、いいですね、はい、いいですか。お似合いです。お似合いですか、はい、本当ですか。引きつってませんか。そんなことないですそうですか。とてもお似合いです。 ありがとうございます。そして次に、せーの、じゃーん、シリコンバンドセットです。はい、お揃いです。はい、いかがですか。うめ